群馬県の皆さん、こんにちは。私は茨城県にあります UFO 会栗田病院広報担当の進藤と言います。栗田病院は茨城県の県央地域に根ざした205床の精神科病院です。従来の統合失調症の治療に加え、うつ病犬や気分障害犬といった疾患の治療にも力を入れているのが特色です。家族との関係に悩む方、気分の落ち込みに悩む方、仕事上のストレスに悩む方、さまざまな患者様との出会いがあります。私たちの仕事はそういった患者様の心に寄り添い、あるときはアドバイスをしたり、あるときは一緒に悩んだりすることが大切だと考えています。ですので私たちは症状の緩和以上に患者様の思いや訴え、その背景にある気持ちを十分に聞き理解することを治療の目標に掲げています。私たちの挑戦はまだ始まったばかりですが、皆さんも一緒に栗田病院で働くことで新しい精神科医療の息吹に触れ、共に成長できると私たちは信じています。少しでも興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、病院ホームページをご覧ください。病院見学会も実施しておりますので、ぜひ一度私たちの職場を見に来てください。そちらも詳しくはホームページをご覧ください。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。